どうも皆さんこんにちは。東京都練馬区にありますパワーリフティングジム TXP の武田です。現在 TXP はコロナウイルス感染拡大防止のため休業させていただいております。本日の TXP YouTube ではジム再開に向けてのマスクをご利用に関するガイドラインを TXP の会員様向けにアップさせていただきます。新型コロナウイルスの感染経路としてはご存知の通り、飛沫感染、空気感染、接触感染の3つが主であると言われています。TXP では飛沫感染対策として、練習中の会員様の対面を避けるために、徹底的にレイアウトを変更いたしました。また空気感染に関しましては、窓の全開、ジムのご利用人数の最大数を制限することで防止する予定です。ジムのご利用時には必ずマスクの着用をお願いいたします。マスクを手に入れにくい状況ですが、再開までに手に入れてください。マスクのご利用に関しては、ガイドラインをまとめさせていただきましたので、この後説明させていただきます。また皆様に笑顔でトレーニングしてもらえるように、自宅よりも安全な空間づくりを目指します。この後の対策案、ガイドラインは2020年4月14日作成の対策案、ガイドラインとなります。コロナウイルスの状況によって臨機応変に変更していきますのでご理解ください。マスクご利用に関するガイドラインです。マスクに関しては完全に鼻と顔を覆った状態でご利用ください。鼻からの感染もありますので、息苦しい時に顎にマスクを下げている方を多く見られますが、これも NG です。気づかないうちに汚染された手で顎を触っていることもあるので、汚染された顎と接触したマスクで口を覆うという行為は感染するための行為とも言えます。また、メガネをかけている方がメガネが曇ってしまうと鼻だけ出す場合もありますが、これも鼻からの感染がありますので NG です。マスク利用時に飲み物を飲む場合は、耳の紐からしっかりとマスクを外して飲んでください。画像のように面倒だからと顎まで下げて飲んでいるとマスクをしている意味がありません。今回の動画が少しでも皆様の参考になれば幸いです。今後とも TXP をよろしくお願いいたします。